僕は英語教育反対です。同じような人間を作るっていうのはもう全近代的、自分のできることは他人ができて当然だと思ってる。学問は人をやっつけるために僕はやるものではなくて今日の虎ノ門でも教育についてお話しされてましたが、はい、今後の教育についてなんですが、30代後半の男性、今子供への、まあ、英語教育が小学校から始まっていますが、はい、今小学校に入るような子がですね、10年後にはですね、大学出る頃に AI による翻訳もかなり進んでいるでしょうし、英語教育に力を入れるなら、まあ、そこそこ日本語、科学、数学の勉強をもっとした方が有意義だと考えていますが、まあ、将来の、ね、科学の発展を見据えつつ外国語教育について先生のご意見お聞かせくださいということですね、はい、私はその方とほとんど同じ考えで、英語教育はもう全く時期が悪い、はい、やるんなら明治時代にやってくれとAI が目前になってる時になんでやるのと、はい、いうのが一つと、僕の長い外国生活の経験ですとね、僕が英語ロックスポできないっていうのが良かったんですよ。っていうのは、僕は必ずほとんどの場合現地通訳か日本で英語の達者な人と一緒に行くと。そうすると何がいいかっていうとね、僕の一番優れたところと語学の優れた人がコラボレーションする形になるんですね。だからその自分で語学を話すということが本当にどういう、もちろんねそういうことありますよ。食事しながら話すときになんかベラベラってフランス人が言うやつはちょっと聞き取れないから美味しくないなっていう時ももちろんあるんですね。横飯は美味しくないっていうぐらいですからね。だけどそれもちろんそういうことはあるんだけど、全体として見るならば、外国に行ったらその外国のそこのところの通訳を雇うなんていうのはね、非常に優れた方法である。つまり人間は何でも自分でやるんではなくて、得意な人で組んでなんかやるっていうのがいいんじゃないかっていう、その気持ちもあって、それから AI の問題もあって、僕は英語教育反対ですが、ちょうどいい機会なんで、なぜ英語教育を始めたかってことですよ。中央教育審議会がほとんどが文化系の人でできていて、しかも語学の達者の人でできてるんですよ。それでこれはね、僕は大学の管理やっててね、学長代理とかやってて、非常にそう思うんですけど、自分のできることは他人ができて当然だと思ってる。アホな教授が山ほどいるんですよ僕ね、それで全部僕は反感買ったんですけども、その先生ができるから他人ができなきゃいけないっていう理屈はどこにあるんですかと。それぞれの人がそれぞれの、まあ、能力なくたっていいんですよ。あってもなくてもいいんですよ。だけど特に自分はその先生、例えば機械科の教授が機械みんな分かんないからなんつったって、その先生に僕が、先生ところでバレーボールできますか、絵はうまく描けますか、フルートは吹けますか、こんなこと言ったって無駄なんですよね、うん、人間はもちろんフルートももっと深く言えばフルートも吹けない、ピアノもできない、何もできなくたっていいわけですよ。優しい、優しくなくてもいいんですよ。意地悪い、それでもいいわけですね。人間というのはその集合体でもって全体の価値が決まってるから。ところが中央教育審議会のね、偉い先生方はね、文化系が多い、語学がうまい、傲慢と来てるんですよ。だどうにもなんないんですよ。だから今の英語教育があるというのは災難、僕は、ね、台風が来たみたいな災難だと思ってるんですよ。地震にあったとか。だからもう孫が一生懸命ね、語学の勉強中がなんかやってすごくうまいですよ、やっぱり孫の時代からやってるとね、はい、だけどこれも遊びの一つぐらいなもんだろうなと思ってはいます。なるほど。それから、数学を勉強するべきだってことに対しては、これは僕が江崎レオナ先生が学長で、僕はそれを学長代理やってる時に、江崎先生はつくづく言うんですよね。数学というのは教えなくてもできる人が200人に1人いるって言うんですよ。そうすると日本全体でそんなこと言われた数字で、もう30年も前のだからあれだけど、50万人になる。江崎先生が、武田先生、数学が得意な人は50万人で足りませんかと聞くんです。あの先生は若くしてノーベル賞を取っただけにあって、非常にそうやってクレバーなんですね。それで、いやそんなことありません、50万人って余りますよ先生、うちの大学の数学の入試問題なんであんなに難しいんですかそれでその話をして、今度は僕は数学教室に行ってそういう話をする。僕みたいに、まあ、学長を助ける立場、学長代理とかそういう人はそれが仕事ですから。そうすると今度は数学の人は、武田何言ってんだって来るわけですね数学こそ大切なものはないだろうっつってね、
まあそういうことになってですね、議論が紛糾するんですが、やっぱり僕は人間はね、基本的には勉強したいもの、知りたいものを勉強する。で、人によって何が得意がある、得意であるってことはばらけてた方がいい。だから同じような人間を作るっていうのは、もう全近代的教育の考え方だと僕は思ってますけどね。そうですね。まあ、中央教育審議会は全く違いますから。で、僕も、一緒だったんでね、よく知ってるんですけど、もうどうにもならんですよ。あの先生方ってのは。だってね、今いろんなこう、コロナとかワクチンに対する発言規制があるでしょ。はい。一番それに反対しなきゃならないのは学術会議なんです。そうですね。学術会議こそ学問の自由を守れ、何でも言えるようになってくれというために存在する。だけど学術会議は何も発言しないでしょ。あれは何かあったら、もうじいさんになってみんな威張ってるからですよ。これが一番人間にとっては強敵ですね。なるほど、そっか。はい、で昔のね、こう教育で言ったら、こう暗記することが、まあ、なんか物事の単語とか、その歴史とかとか、その人物の名前とかの記憶力が高いイコール学力が高いみたいな形になっていてですね、ただ今のこの時代も能力が求められてるんじゃないかなって思いますよね。 AI が出てくるって言った時に、このじゃあ AI を生かしてどういうことができるかっていうふうに考えられるような人、そういうものがあると考えるとですね、果たして本当に英語力とかね、そういうそのものが必要かっていうことよりは、暗記とかっていうその物事よりも、やはりその論理的思考とか、そのディベート力とか、そういうのがなんか必要なんじゃないかなっていうのは思いますよね。いや、小崎さんはお考え立派でありますので、私が批判することはしませんが、今話したことは、学問は人をやっつけるためにやるものだと聞こえました。あ、なるほど。はい。はい。はい、学問は人をやっつけるために僕はやるものではなくて、自分自身の人生を豊かにするためにやるものだと思ってますので、ちょっと意見が違うかもしれません。わ、はい、かりました。はい。はい。すいません。皆さんのご意見ですね。いやいや、ぜひ。いろいろな考えがありますから構いません。